こんにちは。現役高校教師ピアニスト真由美です。昨夜は脅迫を受けたということでちょっと暗めの動画になってしまったんですけれども、もうピアノも弾けないかもなんて言ってたんですけど、いや、ピアニストたるものここで音楽の力を信じなくてどうすると思って今弾いています。そうしたら少し落ち着いてきました。このね、前回もお見せしたかと思うんですけど、このバッハ、ヨハン・セバスチャン・バッハの「ゴールドベルゲ変奏曲」っていうんですね、これ。この曲はね、もともとはその依頼を受けたその貴族から不眠症の治療のために作ってくださいというふうに言われたというのが通説なんですね。いろんな研究があるんですけれども、だから鎮静にこの曲いいんじゃないと思って今弾いたら少し心が落ち着きました。はい、それではよろしくお願いします。昨日ね、脅迫を受けたと、そして名誉毀損も受けた。で、よくよくその証拠の、録音を見てみますと、玄関の鍵をこう無理やり開けようとしてガチャガチャやっていた音も入っているんですね。それが恐ろしすぎたんです。私、ピンポンが、まあ、もう鳴りやまないピンポンも恐ろしかったんですけれど、玄関のうちちょっと特殊な門になってまして、そこが開かないんですね。なかなか簡単には開かないようになってまして、それをガチャ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 、ドン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 っていうのを何回もやられたので、それで恐ろしくなって戻してしまいました。で、昨日私が取った対策をお話ししておきます。もし皆さんそういう脅迫とかを受けた場合、まずやられることを私なりの対策としてお話ししておきますね。あまりにも恐ろしかったので、警察に電話をして、そしたら危ないから警官を向かわせますっていうふうに、その電話の向こうでこう今ほらピンポンが鳴りやまないでしょっていうのを聞いてもらって、電話の受話器で、それで、あ、ちょっと危なそうだから今警官を向かわせますと言って、30代ぐらいの男性と20代のすごく可愛らしい女性が来てくれたんです。で、女性がその証拠の録画を見せましたら、こんなことされたらもう女性だったら恐ろしくてとても出ていけないというふうに同意してくれました。で、男性もこれはいけないと。で、ご本人は警官が言ってくれた相手の方は、どこが怖いんだと、あのくらい怖くないと。で、ただ何時から何時まで犬を静かにさせればいいのって言いに行っただけだというふうに言い張ってらしたんですね。だから、それ穏やかに交渉に行く時の態度ではありませんよね。まあとにもかくにも、もう私恐ろしすぎて今日もちょっと出かけられないんですよね。なので、ちょっと今日はお休みしまして、今日から実は車も車検だったんですけども、とてもではないけれど、家を開けたら誰もいない状態にしたら何をされるかわからないので、持ってきてもらいました。ディーラーの人にも私の車を持ってってもらって、代車を持ってきていただきました。で、対策はね、昨日もお話ししましたけど、必ず客観的な証拠がいるので、ぜひ脅迫受けてらっしゃる方、本当はね、その行動で私を罵倒した時のも録音しておいてもらいたかったんですけど、私が精神的におかしいとか、施設は入れとか、ポツンと一軒家に住めとか、とにかくそのうちは悪くないと。いうふうに言ったことですね。まあ、うちは悪くないまではよくても、私を愚弄したわけでございます。行動で、それ許されることではないですし、玄関の鍵を無理やり開けようとしていたのは住居侵入の未遂だと思います。今のところもちろんその立件するつもりはないんですけれども、そういうことになった場合に向けて、その証拠を今しておかなければと思い、本当にゲーゲー吐いてる中でよく自分録画しようというふうに踏み切って思いついてやりきったと、自分を本当に褒めてやりたいと思います。で、もう一つはですね、すぐ私ちょっと薬を飲んだ後ね、職場に電話をしました。なぜかというと、そういう方って本当に何をするかわからないんですね。よく皆さんクレーマーのテレビでやってるのとか見たことはあるでしょ。私の勤め先を調べ上げて、あることないこと言ってくる可能性があるなと思ったので、すぐに教頭に電話しまして、今脅迫を受けまして、
警察に来てもらって調書を取ってもらいましたという、まあ、で調書をこれからその、ことはこの私の住まいの県内のその警察では共有情報になるので、まあ、定期的にパトロールなんかもしてくださるというふうに言っていただけて本当にありがたいなと思っているんですけれども、すぐに職場に電話をしました。もちろん学校というところはですね、そういう実は電話結構かかってくるんですね。ですけど自分の名前を名乗らない人の言うことは絶対に信じないという一応鉄則がございまして、もちろん信じないでいてくださるだろうと、まあ、管理職などは思ったんですけど、私本当に今何をされるかわからないと思っているので、まずは職場に電話しました。そして、お隣の方にこういうことがあったということを今証拠の、動画を持って見ていただいて、そして今うちの中に入るまでね、要するに玄関の鍵を開けてる時に走ってきてまた何か言われたら怖いですので、私がうちに入るまで見ておいていただきました。私そのぐらい今恐ろしくなってしまって家から出られなくなっております。これは私の今の状況を客観的に、お話ししておこうと思ったんですね。私自身のため、そしてもしそういう目に遭ってらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただきたい。客観的な証拠を、残す、それからまず職場およびその自分のその情報を共有していただける方に証拠をしっかり見せてね、必ず口頭だとそんなこと言ってもねって話になることがあるんです。ですので、動画の、編集をちょっと頼んで、実は YouTube に上げようかなと思ってるんで、その時の様子をね、どのように異常だったかというの、それを見ていただくと皆さん参考になるかもしれないなと思って、まあ、ただし一応個人情報に注意しなければいけませんので、周りのお家も映っているからね。だから、うちから撮っているから、だから、まあ、そういうことが可能ならば、ショートの方であげようかなと思って、ショートでなくても普通のこの通常動画でもいいんですけれども、あげることも検討しているんですけど、まあ昨日で、チャンネル登録者様が1人減ってたんですね。なので全然覚悟はしていたんですけれども、もしかしてその私の話している内容が期待外れ、またはがっかりされたのかもしれない。それはそれで仕方のないこと、残念ではありますが、まあ、全然違う理由かもしれませんしね。というわけで、そしてね、昨日ね、気弱なことを言ってましたけど、ピアニストたるもの音楽の力を信じなくてどうすると思ったので、一番ねそれにふさわしい、曲を弾いてみました。もう一度テーマのところ弾こうと思います。本当にこの曲美しい曲で大好きなんです。ジャン・バッハのゴールドベルグ変奏曲のテーマ、アリアの部分です。これを最後にもう一度弾かせていただきました。今私深く傷ついて体調も悪くなってしまったんですけれども、だからこそね、私が今日までこうやってなんとか生きてこられたのは音楽があったからです。皆様もね、最終的に自分を支えてくれるものは信念であるとか、まあ、そういうこともあると思うんですけれども、音楽ってね、すごくね、大きい力があるんです。ですからそれを信じてね、見ることもなさるといいかなというふうに思いました。いつも本当にありがとうございます。これからね、少し回復して
また動画も上げていけると思います。やっぱり負けてはいけないなと思いました。これからもこういうことはもしかしたらあるかもしれませんので、午後にはね、ちょっと面白いショートをあげようと思っておりますので、よろしければぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。